トーリー・クレイグはアメリカ合衆国サウスカロライナ州コロンビア出身のプロバスケットボール選手 NBA のインディアナ・ペイサーズに所属しているポジションはスモールフォワードサウスカロライナ大学アップステート校で4年間プレーした後2014年8月6日に NBL のケアンズ・タイ・バンズと契約したその後2015年には NZNBL のウェリントン・セインツとも契約し、2016年まで2つのチームでプレーした。2015年には NZNBL のシーズン MVP を受賞した。2016年5月9日に NBL のブリスベン・バレッツと2年契約を結んだ。2017年1月18日に QBL のゴールドコーストローラーズと契約した。2017年6月に NBA のデンバーナゲッツの一員としてサマーリーグに参加し7月19日にナゲッツとツーウェイ契約を結んだ11月28日のユタジャズ戦で NBA デビューを果たしたオフの2018年7月10日にナゲッツと2年400万ドルの正式契約を結んだ2019から20シーズンオフに契約切れとなりナゲッツから1年250万ドルの クオリファイングオファーを提示されたが、これを拒否して FA となった。2020年11月26日に、ミルウォーキーバックスとベテラン最低保障額で契約した。2021年3月21日に、金銭トレードでフェニックスサンズへ移籍した。ナショナルバスケットボールリーグ NBL。NBL.com。au。2021年3月21日へ閲覧。 サブスクライブチューザーゴールドコーストブレティン。www.goldcoastbulletin.comau 2021年3月21日閲覧。ナゲッツサインルーキー、トーレイクレイグツーツーウェイコントラクト。デンバーナゲッツ2021年3月21日閲覧。デンバーナゲッツサインフリーエージェントトーレイクレイグ。 デンバーナゲッツ、2021年3月21日、閲覧。ナゲッツ移住、トーレイクレーグ、クオリファイングオファーアヘッドオブフリーエージェンシー、ソースコンファームズ。ザ、デンバーポスト、2021年3月21日、閲覧。ナゲッツウィズドロー QO4、トーレイクレーグ、メイキングヒムウファ。フープスルマーズ、2021年3月21日、閲覧。 バックスサイン、トーレー・クレーグ、ブリン・ホーブスボビー・ポーティス。ミルウォーキー・バックス、2021年3月21日、閲覧。サンズ・アクワイアトリー、クレーグ・フロム・ミルウォーキー。フェニックス・サンズ、2021年3月21日、閲覧。ありがとうございます。